存在そのものが放送 NG、 人でヒットラー、仮面ライダー X 第25話26話に登場。世界的に有名な独裁者アドルフ・ヒトラーの死体に人での能力を移植して生み出された改造人間、顔立ちもどことなくヒトラーの面影を残し、劇中では口を割らせる方法はいくらでも持っているなどと理論上放送コードギリギリアウトな名言も残しています。武装はステッキからのロケット弾、ヒトデロケットや電気ショックを与える電気ヒトデが印象的で、巨大ヒトデに変化しての肉弾戦も得意としました。最後は RS 装置をめぐって X ライダーと激戦を繰り広げるも X キックを受け敗北。ショッカーの母体を作った創設者でもあるヒトラーが素体に使われていることからか、戦闘員からは総統と呼ばれていたり、ゴッド秘密警察を傘下に入れていたり、かなり優遇されており、なぜ一般怪人枠なのか疑問が上がりますが、ここは触れないでおきましょう。劇中での活躍は微妙でしたが、その設定と容姿のインパクトの強さから、僕たちの仮面ライダー怪人ランキングによると海外での知名度は非常に高いようで話題になった怪人です。